断る。よくぞ聞いてくれました。様の大発明、漁師ドレスについて。特別に語ってしんぜよう。もう風かったら、大発明って言うけど。ドレスって神器の力で変形してるのよね。いやいや、カスタムも調整も私がやってんのよ。野暮はなしってもんよ、遊びの旦那。お待たせいたしました。ドレスは漁師甲冑から蒸気機関での動力を排し、乙女の霊力を動力源とする対光気用の戦闘装備。しかも乙女らしく可愛くオートクチュールされた。
それぞれの専用勝負服。それが漁師ドレスだ。うんうん。断る。俺はスナイパーだ。この銃が性に合ってる。扱い慣れてない武器は死につながる。ダディの教えだ。マンムの愛した熊本を俺が取り戻す。ダメだ。
うん。守るべきものがあると人は弱くなる。だから俺は一人で生きて一人で死ぬ。ああ、thank you.
ズババッとやっちゃいますよ。違うわ。ん？シノはもうあの子を仲間だと思っちゃってる。だから本気で倒しに行けないのよ。多分本人は無自覚だと思うけど、昔からシノにはそういうところがあるから。なるほど、シノらしいか。
やだ。シノ。やれやれ。凛ちゃんは守るものがあると弱くなるって言ってた。自分が守ることしか考えてないんだ。お母さんのためにこの熊本も守るって。じゃあ誰が凛ちゃんを守るの？凛ちゃんは女の子だよ。一緒に戦って私たちが凛ちゃんを守ろうよ。一人じゃダメだもん。司令はどう思いますか？やったー！わかりました。
よし、全力だ。指示くださいです。了解、攻め込みます。やりました。司令、どうしますか。攻め込みます。ああ、攻め込んでいくよ。さあ、次の曲。指示くださいです。攻め込みます。ああ、攻め込んでいく。次の曲。完璧な勝利。でもまだ足りない。総督マモンである。
我が輩の命に背く者は即刻死刑だ。いいな。Thank you.
マムの故郷は俺が死んでも壊させない。うちの指令が、あなたのドレス姿。
演奏始めるよ。殲滅完了。司令、どうしますか？了解、全力で行きます。強めに。ラジャ、攻め込む。ベストコンディション。殲滅完了。完璧な勝利。でも、まだ足りない。共に参りましょう。完璧な戦いを見せてあげる。了解、攻め込みます。次の曲。司令、どうしようか。攻め込みます。さあ、次の曲。司令、どうしますか。殲滅完了。指示くださいです。
状態。攻め込みます。攻め込んでみられる。さあ次の曲。やりましたよ司令、褒めてくださいです。道は俺が開いてやる。了解、攻め込みます。強い。さあ次の曲。指示くださいです。了解、攻め込みます。次の着戦滅完了。司令どうしますか。殲滅完了。やりましたよ司令、褒めてくださいです。よし。
うんうん。いやー。
自分の言葉を曲げない。熱いな。いい熱さだ。死ぬ。本気でやりなさい。アセビちゃん、彼女はもうあなたを認めてる。仲間になりたがってる。だけど全力であなたに勝ちに来てる。どうしてかわかる？それが本気でぶつかるってことだからだよ。仲間だからこそ、好きだからこそ。手加減なんかしちゃダメ。本気の相手に本気を出せないのは失礼だよ、シノ。お前たちの道を遮るものは、俺が全て打ち抜いてやる。仲間だからな。うん。いやはや、アセビちゃんたら。マミヤに負けず、熱かったね。
私もだよ、シノ。ねえ、シノ。うん？もしいつか私と主役の座をめぐって争うことになったら、シノは私とも本気でやり合える？当然、本気で戦うに決まってるよ。アセビちゃんも強いけど私負けないもんね。私だって絶対に負けないんだから。報告にあった帝国歌劇団か。ための九州統治に逆らったこと、永劫に後悔させてやるからな。首を洗って待っておれ。熊本も他の九州の地域も俺が、いや俺たち帝国歌劇団が守る。守るものがあると人は強くなるからな。そうだろ、司令。
ゃふにゃ。お？Come on.